今回のガス漏れっていうのはやらせ動画じゃないですかちゃんと診断していくのでちょっと不安です <laughs> ここがちょっと錆びついてるような感じありますよね漏れの疑いのある部分としてやはり上がってきますガスを充填していきます液体が流れていくのが見えますね暮らしのマーケット大学です今回はエアコン修理です教えていただくのはこちらの方です いきなり電気の海老沢と申しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますいやー小滝さんはい。今年の初めにいきなり小滝さんのお家にお邪魔させていただいてその後小滝さんが私の事務所に来ていただいて今回は小滝さんのご実家ですか <laughs> 順調ですね実家ってことなんですねこれは <laughs> ジャケットぐらい着てくればよかったです <laughs> 大丈夫ですはい。<laughs> 今回は実際のお客様の現場に来ています、はい 今回お客様かからどうういいったご依頼をいただいてるんですかそうですすそねエアコンが冷えませんとお部屋が冷えませんというお問い合わせをいただきまして実際にお客様のご自宅にお邪魔させていただきましたどうういった原因が考えられそうですかざっくり分けると、えー、冷媒系統の故障、はい、もう一つは電気系統の故障、えー、今回の場合だと冷媒系統の故障つまりはエアコンのガス漏れが起きてる可能性が高いなと、えー、事前のヒアリングの時点で判断させてもらいましたので実際に現場に行ってい 来て修理をさせていただくっていう流れになります。はい、実際に作業を見せていただきたいと思います。はい その前にチャンネル登録がまだお済みでない方ぜひポチッと登録をお願いします早速診断の方していきたいなと思うんですけれども、えー、今実際にお客様のお家の不具合が起きているエアコンの前にいますまず最初にやっていただきたいことっていうのは設定温度最低にしてくださいで風量 MAX にしますお客様が言うエアコンが冷えないっていうのはお部屋が冷えないっていうことなんです 中にはもしかしたら設定温度だけの問題とかそういったこともあるんですねまずは温度を下げた状態で本当に冷えないのか実際の確認をしていきますでここで使うのがこちらサーモアネモンネーターでございますね温度だけじゃなく風速も測ることができますので温度測るのはねまあ普通なんですけども風速まで測ってたらちょっとプロっぽいですけどね是非おすすめでございます2万円します高いですお部屋の温度を最初に測っていきます28度弱ぐらいですね でそこからの吹き出し温度の差を見ていきます。どれぐらい冷やす力があるのかっていうことですね。はい、今上が風速です。4.9メーター,、えー、風はしっかり出てます。温度24.6度、室温が28度ぐらいに対して約24度なのでマイナス4度弱ぐらいのパワーしか出てません。 今設定温度18度一番最低の温度でその部屋の温度に対してマイナス4度ぐらいしか冷えてないっていうことはやはり全然冷えてないですね、うん、はい実際はまあ最低でもマイナス8度できればマイナス12度ぐらいは欲しいなってところなのでなのでやはりエアコンの効きが悪くなってるっていうことが起きてますで、えー、ここからさらに、えー、精密な診断をしていくんですけれども前回ですねガス漏れ修理の動画っていうのを出させていただいた時っていうのはあくまで再現したガス漏れなんですね で今回は実際にガス漏れが起きてる現場なんですねはい。なので楽しみにしておいてください正直このガス漏れっていうのは100%直せるわけじゃないんですねでやっぱり診断が本当に 命ですもう何度も言いますけど、診断が命なので、えー、間違った診断でやはり修理してしまうと、えー、逆にエアコン壊しちゃったりとか、えー、そういったことにも繋がりかねませんので、なので今回も、えー、文字数多めの動画になると思いますので、ながら聞きの方は湘南新宿ライン、藤沢から宇都宮ぐらいまで行く覚悟で、えー、聞いていただければと思います。一回エアコンの運転を止めて、 でその時に電線つないだ状態でやってるんですかみたいなねあのー、コメントいただくことありますけれども必ず外してください「こン電子ンの多いんですか?」とか言われますけど外しましょうでその時ここ見てくださいここちゃんと閉まった状態で焦らないでくださいこうちゃんと閉まった状態でやらないと逆にここバチッと過電流が流れて基板を壊しちゃったりとかそういったことがありますので閉まった状態で必ず抜いてください、はい、よいしょ この状態でちょっと室外機の方を見ていきましょう。中の室内機の電源を止めて、今度は室外機の方を見ていきたいと思います。ここから実測ですね。まずはここ。基本的に室外機の、えー、点検をしていくときは、ルームエアコンの場合、ここのサイドのボックスを開けていきます。だいたいビスが、まあ、1、2本ぐらい。多いのだと3本ぐらいあったりします。で、ここの弁ですね。これが2方弁、3方弁、ここがサービスポートっていう。 呼び方になります。まず、このエアコン自体の現在の圧力っていうのを見ていきます。配管の中のガスの圧力ですね。よいしょ。ここ、サービスポート開けました。今私、ゴム手でやってるんですけど、必ず、冷媒配管を触るときっていうのは、革手を使ってください。はい。非常にやりづらいです。ここで必要なのが、こちらベベンゲージマニホールドです。はい。この道具を使っていきます。まあ、要はガス圧計ですね。ガスの圧力を測るのに、ゲージマニホールドと、 このチャージホース使っていきますでこの時に注意点が一つあります今回作業する場所下ちゃんと防水されててすごいきれいな場所な,のなんですが例えば砂だったりとか、えー、そういった現場もやっぱりあるんですねそういった時にこのホースの先がついちゃったりとかするとこのあと例えばガス漏れ修理をしてガスを入れるっていう時にゴミだったりとか砂とかが入っていっちゃうのでその点気をつけてくださいホースの接続これも覚えてますね曲がっっってる方方とストトレートの方だったらこっち をマニホールドにつける。はい。ただいま、この動画見てる人は気づいてないと思いますけど、現在の気温は40度を超えてます。暑いです。まず真ん中に黄色いホース。そして青いホース。こっち先っぽに、えー、チャージバルブってものがついてます。こっちもストレートの方をマニホールドに接続。で、手締めで OK です。そしてここ、大事なポイントです。このピン。このダイヤルでいうところのオープンクローズって書いてあるので、このピンクのダイヤルですね。 これを必ずクローズにしてくださいクローズにするとこのピンが下がった状態っていうんですかね、はい、要はもう円が切れた状態になるんですねでこの状態で必ず接続してくださいクローズの状態で接続と覚えてくださいオープンの状態で接続すると中に入ってる冷媒ガスが全て手元で逆噴射します本当に危険ですので必ずクローズの状態で接続と覚えてくださいで接続していきます ここも意外と難しいです。ただネジ締めるだけだろうって思うんですけど、すごく精密なので。で、この時、手で締めるんですけど、このテコを使って、ぐっと上げて締めるみたいなことをやりたくなる人が多いんですけど、そうすると、中のゴムがねじ切れて、さらにチャージバルブが傷んでしまう原因になるので、やらないでください。手締めで OK です。覚えておいてください。この辺の緩みもチェックします。はい。そしたら、えー、このホースの中が空気が入ってますので、 その空気を抜いていきます。真空ポンプです。まあ、浅田さんの真空ポンプですね。うちは。牧田さんの真空ポンプもあります。黄色いホースを真空ポンプに接続。はい。この接続ですね。流れとしては。はい。そしたら電源入れていきます。オンにして。真空引きをしていくときは、これはルールがありまして、真空ポンプ側から弁を開いていく。まず、ここですね。グイッと。そしたら今、 この黄色いホースまでが、この中が真空引きされました。そしたら今度ここの弁を開いていきます。はい。そうすると、ここまでが真空引きされました。はい。で、この配管の中っていうのはもうすでに真空状態なはずなので、この状態でえ実際のガス圧を測っていきます。真空引きが終わったら、今度は室外機側から弁を閉じていく。と覚えてください。 これをや、ちゃんと守れば、手元でガスが噴出したりとか、そういったリスクを、え、最小限に抑えることができるので、必ず守ってください。なので、室外機側で一番最初の弁が、ここ。閉じる。で、ここ来たら閉じる。はい。で、落とすと。ですね。今、この真空計がマイナス0.1メガパスカルっていう数値になってます。これが要は真空状態ってことですね。真空状態を教えてくれてます。そしたら、ここから、チャージバルブを、 接続していきます。そうすると、配管の中の冷媒ガスが一気にここまで来ます。針が動きます。いきますよ。3、2 1. お、1、グッお一 !1.7 メガパスカル。 正常値がだいたい1.5メガパスカル前後と言われてるんです実際伺った症状としてはガス漏れが近いなと、えー、伺っておりますで現在今非常に暑いです暑いので気温が上がると、えー、ガスの圧力も上がるんですねそこを加味すると言ってしまえば正常値が出てるんですがこちら今停止圧力エアコンが止まった状態の圧力なんですね1.7メガパスカル正常と今この時点では覚えておいてください はい、ここからもっと精密な診断をしていきますのでただ本当に今回のガス漏れっていうのはやらせ動画じゃないですからねちゃんと診断していくのでちょっと不安です <laughs> なので今のところ正常です、はい、ここからもっと精密に見ていきましょうそしたら一旦もう一回室内機の方に行きますでここでやることっていうのはもうシンプルに運転です抜いていた電源を挿してここも必ず冷房運転ですね冷房の最低温度 まあ今夏なので最低温度の冷房でいいんですけど冬の室内温度っていうのは18度以下まあ10度とかそれぐらいの温度になってくるので冬の場合だったら強制冷房運転を行ってください強制冷房運転はまあ大体の機械はここの本体機についているボタンの長押しがほとんどです、はい。要はコンプレッサーが動かないと正しい計測ができないので。 無事に室内機が動きましたまあここからちょっと時間差で室外機が動き始めるのでそのまままた室外機の方へ行きます小滝さんはい見てくださいもうケーキを見る前に出ましたよ小滝さんの大好きな真夏の雪です出ましたねホワイトスノーですねホワイトスノーサマーオブインザスカイ雪いいですね <laughs> これはえガス漏れの典型的な例ですねそしてもう一個見ていただきたい点ですねこちら配管の圧力ですね先ほど 1> 1. メガパスカル、えー、この辺に針が刺してましたねでその数値っていうのは今の気温から見ると正常値なんですねただ現在運転している時の配管の圧力っていうのは正常値が0.8から1.0の間。 ただまあ今日めちゃめちゃ暑いのでまあそれがちょっと上がって、まあ、1.0から1.2ぐらいの間ぐらいがまあ正常値っていうイメージになってくるんですが、えー、現在の数値は0.45メガパスカルぐらいですねまあ正常値からすると大体半分以下ぐらいの数値になってますなのでガス漏れが起きていると判断していただいて大方間違いはないですね まあここで「これはもうガス漏れですね」と言ってしまうとまたあのすごい詳しいねあの空調のプロの方たちが「おいおいおいちょっと待ってよ」と「お前ガス漏れ以外にも配管の詰まりとか俺とかもそういうの見た方がいいんじゃねえの?」っていうそういうなんかどやりが出てありそうなんですけれどもまあもちろんねあの可能性としてはそういったこともゼロではないんですけれどもですけれども一般的な家庭のルームエアコンのその使用状況を鑑みるにもう99%ぐらいは何らかの事情によってガス漏れが起きてると判断していただいてお間違いないので今回は。 霜付きと、えー、配管の圧力っていうところに数値がはっきり出てます。なので、これは診断としてはベリーイージーです。判断としてはしやすいんですが、実際の現場っていうのは、例えばここで0.8メガパスカルを指してくるんですね。あ現在ちょっと上がりましたね。0.55メガパスカルぐらい。配管の紐付きもちょっと落ち着きましたね。パッと見ではわからないですよね。 実際の現場っていうのはこの特に暑い時期ですねルームエアコンっていうのは配管の圧力でまあ、ガス漏れが起きてる起きてないっていう判断をしやすいとは言われてるんですがただこの時期に関してはちょっと隠してきます圧力ごまかしてくることがあるんですねなのでそういった時に今回はまた違う診断の方法っていうのをご紹介させていただきたいと思いますこれはちょっとさらに前回のガス漏れ修理の動画よりもさらに精密な えー、診断になるので実際の現場なのでぜひそこは見ていきたいと思いますそこで使うのが配管温度計ですね計算式で、えー、その運転の温度が正常かどうかを見ていくっていう加熱度計算四字熟語覚えててください全然五文字ですねはい。<laughs> まず加熱度計算の方程式っていうのがあるんですね圧縮機吸入管温度マイナス蒸発温度 圧縮器吸入管温度って何ですかって話なんですね。室外機の中には圧縮器、要はコンプレッサーと呼ばれるエアコンの心臓部があるんですけれども、その心臓部が吸い込んでいる冷媒の温度っていうのをまず測ります。えー、もちろん教科書通りのやり方とすると別の方法なんですけれども、圧縮器吸入管温度、それつまりどこですかっていうのは、ここです。測りやすいところ。よいしょ。三部管。ここの温度です。すごいですね。33度。 ああ暑いですすねね度ぐらいです、ねはい、になってます今三部間の温度を見たんですけれどもまあ詳しい方が見ると「おいおいおい」と「えビさお前勘弁してくれよ」と「圧縮機吸入感温度でなんで三部間の温度調べてんだ」とねそういうまたどやりの方、ね、いらっしゃると思うんですけれども確かに。 あの実際に測るのは圧縮機を裸にしてその吸入管要は吸入口があるのでそこにポチッとこう当てる必要があるんですけれどもやはり一一旦すすすす必要があります室外機を回バラすっていうのはそれはそそれれででリスクなんですねやっぱり長年ちょっと傾いたところに置いてたりとかすると例えば金属が歪んでたりとかそういったこともあるので一回ばらしちゃうと例えば蓋が閉まらなくなったりとかそういったリスクっていうのもあるので圧縮機の手前っていうのは一番測りやすいところだとここなんですね。 はい。この三部管のここの管のところですね。はい。なので基本的にはここで計算するようにしてます。これは教科書通りではないです。ただ、ほぼほぼ数値としてはそこまで変わりのない数字なので。これが圧縮機吸入管温度ですね。今32って温度が出ました。室外機が今異常停止してしまったので、えー、先ほどのちょっと記憶で行きましょう。0.55メガパスカルっていう運転圧力でした。 蒸発温度っていうのはここは、えー、表を見ないと分かりませんなのでダイキンの、えー、ホームページその冷媒ごとの圧力に対しての蒸発温度の表っていうのがありますはいこんな感じのすごいもうなんかロトシックスみたいな <laughs>、はいなはでこれで、えー、先ほどの圧力仮に0.55メガパスカルだとすると、えー、蒸発温度がマイナ1 2二度という数字になりますでここで計算をしていきます小崎さん 圧縮気吸入管温度、度度何ででしたすでですすねねイコールププララススにになななりますかん、うん、<laughs> あれそれそ違う <laughs> え20じゃないですよ、ね、はさんいくるので44<っ>44素晴らしいさすが国立大学医学部。<laughs> 加熱度44という数字が出てきます。 この正常値っていうのは5プラマイ3の範囲ですつまり2度から8度ってことですね2度から8度が正常の加熱度っていう形になります今44ですねこれはだいぶ加熱気味っていう計算になりますガス漏れれがが起きててると加熱度が高くくなりますこれを覚えておいいださい、はい、実際の夏場のガス漏れ修理の現場では、えー、やはり配管の圧力だけでは判断し難い現場っていうのが多々あります。 そういう時にこの加熱度計算っていうのができないとあれ圧力は問題ないからガス漏れじゃないなっていうような間違った診断っていうのをしてしまいますので必ず夏場のガス漏れ診断には加熱度計算というのをしてください。加熱運転になっててまますす漏れが起きてますということですので、えー、ここからじゃあ何でガス漏れが起きたのかというところと、えー、実際に修理っていうのをやっていきたいと思います。 ここで一つ疑問が残りますね停止圧力の時はまあ、ほぼほぼ正常値が出てたよねで、運転圧力になるとガス漏れの数値が出るよねその正常値が出てた停止圧力それは何だったのっていうところなんですけども停止圧力っていうのはガス漏れ診断の診断には向いてないんですねこれ実は、えー、ガスが漏れてたとしてもほぼほぼ正常値を出してきます 大体今回多分40%とかそれぐらいあると思うんですけどその状態だとやはり正常値出してくるんですねなのでガス漏れ診断の時に低止圧力っていうのは判断基準には全く向いてないので何な,ならもうま見る必要もないぐらいの数値の一つになってきますなので必ず運転圧力で判断するようにしてください はいそしたらですね、えー、今ガスの回収が終わりました、えー、このガスの回収に関してはまた別の動画で見ていただきたいなと思うんですけれども結果からしたらこのエアコンに入っていたガスっていうのは 230g はい 230g のガスを回収しましたで、えー、本来入ってるガスっていうのは 500g なので単純計算だと、えー、46%のガスしかなかったってことですね はい、500グラムがマックスなのでなのでやはり、えー、46%の状態になってるとやっぱり効きが悪いなとでも若干冷えるんだけどっていうのがその ぐらいの息っていうのをなんとなくイメージできるかなと思います。はい、それでは、えー、ここからガスを入れていくのではなく、なんで漏れてたのかっていうところですね、えー。ここもやはり非常に大事になってきます。で、実際の私が現場での施工の内容というのをすべて晒すような感じになると思うんですけれども、えー、まあ決して教科書通りのやり方ではないですね。そこに関して、まあ業務用の空調機めちゃめちゃもう十何年やってますみたいな人がおいおいちょっと待ってお前なんでチ使わねえのかみたいなね、だったりとかあそこお前なんで見ねえんだよとかなんかそういういろいろ出てくるかもしれないんです。 ですけれども、えー、ここからやるやり方に関しては実際にお客様からいただく金額だったりとか、えー、そういったところと弊社が提供できるその技術のその時間だったりとかのバランスっていうところを見て統計的にかつ確認をしながら、えー、ここは絶対直した方がいいところここは確認してまあちょっと怪しかったら直した方がいいところっていうような形で進めていきますのでやっぱり業務用の修理をやってらっしゃる方っていうのはまたちょっと修理の仕方がね違うんです。そこは何が一番の 原因かとというとそのの予算の話です、はい、業務用の修理っていうのはやはり空調機が何百万円っていうねものを何十万円かけて直すルームエアコンっていうのはやっぱ10万円前後のものを数万円で直すっていうやっぱそこの差っていうのは出てくるのでその上で私が出した快適解ということなのでこれが正解だよっていう意味じゃないのでその点だけご了承くださいではやっていきたいと思いますまずこの設置状況を、えー、想定していきますまず、えー、マンションですね防水加工がしてありますね 例えばマンションの場合だと、えー、最近防水加工したとかね、もしくは、えー、外壁塗装とかね、えー、あとは大規模修繕とか、えー、そういった時に、えー、結構業者さんが室外機をゴゴゴッと動かしたりとか、えー、そういったことがあったりします。で、それが最近なかったとしても、外壁塗装なんかやったの4年前だよとか、その4年前に動かしたその室外機からガスが微量に漏れて、 それで4年間経って今、機器が悪くなってるとかっていうことが全然あります。つまり、あの時の何々が原因っていうのは分からないので、まずその可能性がある場所、ここですね。はい。やっぱり動かした時にここの接合部分っていうのは、えー、漏れる確率が高いです。なので、弊社はもう必ず100%ここやり直します。ここの漏れとか確認せずにもう直します、ここは。だから先にここやっちゃいます、ね。まず配管を外していくんですけれども、えー、ここ大事なポイントです。まず、 外す時はこのナットを緩めるんですがこの時にグッと下げてしまうとここに負荷がかかりますねでボキッと折れてしまう可能性があるので二丁掛けしてください縦にモンキーを挟んでこっちのモンキーをこっちにグッと押し上げながらここに負荷がかからないようにこっち上げすぎもよくないですよ上げすぎると今度逆に折れちゃうのでこの左手を上に上げながら右手を下げるグッとやればもうあとは簡単に 三分も一緒ですモンキーを挟んでこっちを上に上げながら右手を下げるグッこっち硬いですよグッ特に三分の時は力がいるので絶対にこっちだけでグッって下げたりしないでください気をつけてください最初グッとトルクがかかればあとは指で外れますこんな感じですはいこっちも これは実際の現場なのでちょっとカメラさん見ていただきたいんですが例えばこの2部間のこの白いこのちょっとサビのようなこんな感じですね本来こういう風についてるものここがちょっとサビついてるような感じありますよね見えますこれとかは漏れの可能性漏れた後この疑いのある部分としてやはり上がってきます逆にこっちの3部間の方を見てみてくださいこっちは青サビ的なものがないんですね こういった似たようなサビがない。はい。なので、こっち側は漏れてなかったのかなっていうような仮説ですね。ただ、一度外してしまってるので、ここに関しては、えー、一度フレアを切り直します。再現のガス漏れでは絶対に出ない跡なので、これはちょっとリアルですね。では、ここからフレアを切っていきます。もうこっちを出してで。結構もう配管が古くて硬くなってるので、これは結構もう修理の現場の配管っていうのは、やはりすごく硬いです。なので、結構扱いは気をつけてください。 あまり無理な力加えすぎると配管ごと折れちゃう可能性があるのででパイプカッター、まあ、これはねまた前回の動画でも使ってましたけれどもここの溝にこのフレアの開いてる部分を当てるそうすることでこの配管の切る長さを最小限に抑えることができるこれは設置と違うのはやっぱここですねこのフレアを切る時に配管をあまり短くしたくないっていうはいですねこの長さで切ることができます 1>, 1センチぐらいいでですかねはい、でリーマーをこの時も下を向ける下を向けてこの上向けたままだとこのバリを取るんですけどそのバリが全部配管の中に入ってしまうので必ず下を向けた状態でグリグリでゆっくり抜いていくそうすると全部つながった綺麗な状態ですいいですねこれがつながってるのが大事このより人参的なこれをやはりおいしいお刺身の横に添えたいですねはい そしたら、フレアツール。で、ここ、フレアツールは、まあ、ここの面を合わせてですね。で、グッと、ここの白いイメージと矢印、ここが合うように。ここずれちゃうと、一発で壊れちゃうんでね、このフレアツール。一回間違えるだけで、それだけで、2万円弱の出品になります。よしで、そしたら、これを締めくく。 ガチャ、ガチャ、ガチャ。よしょ。そしたら逆回転フレアができました。はい。いいですね。こんな感じです。うん。さっきのお刺身を食べながら、このフレアを見て、日本酒をいただきたいですね。いいですね。はい。さあ、3分の方もやっていきましょう。 もうガッチガチにね、固まってきちゃってるので、パイプカッターが回らないんですよね。なのでそういう時はカッは、ーこれこ一回、この分岐を切っちゃいましょうこの辺一回これ修理してるの修理してるっぽいですね。こういうなんかちょっとした跡がある。 で下を向けるよいしょおお見てくださいさっきよりもまたスケールがでかいこれが綺麗な寄りニジンですねこっちも同様ですねフレアを作っていきますでこのフレアっていうのは大きすすすぎぎててもも小さすぎてもダメなんですねやっぱこの設置の時もそうですけどこのフレアっていうのはもうほんと命ですねガス漏れ修理にも。 これが。ちゃんと作れないと、設置も、やっぱりガス漏れしちゃいますね。よしうん、いいですね。オッケー。これでフレアの、作成が完了しました。そこで、えー、ナイログ、使います。浅田さんが出しているナイログ。はい、こちらも、やっぱり塗りすぎ注意なんでね。ほんのちょっとだけ、米粒1個分ぐらい。それを。必ず、フレアの内側に、塗る。内側。で、ここの。<laughs> 局面を使ってグリッとで2分の方はその残ったやつぐらいでいいです本当もそれぐらいで大丈夫塗りすぎは気をつけてくださいちょっとつなげる前にこの辺きれいにしておきましょうかよしで接続をしていきますでここがポイントですね接続していく時なんですけどこのフレアの面を合わせてナットを つけて指一本で回るぐらいあいいですね今今今見えます今くるくるっともうこれ以上閉まんないですねこれぐらいスルスルスルっと入っていかないとこれここで抵抗がある状態で、えー、グイッと閉めてトルクレンチをかけると、えー、それはそれで、えー、ガス漏れの原因になります必ずこの指一本で閉まるぐらいでトルクがガチャッとこれぐらいですねはいこれぐらいで OK です2分も一緒ですグッと配管硬いんでね難しいですよ 多分こっちが漏れてたんでねここを合わせて指一本でどこだ指一本で入る入る位置があるここは慣れるまで結構難しいんですここはどこだこう左手で調整しながらきた分かりますこのシュルシュルこのシュルシュル この指一本でガッっていう、この抵抗がなくなる瞬間に、スルスルスと入れるっていうのがポイントです。はい。で、ナットを2回。これで、ガチャッていきますね。はい、OK です。これで、えー、接続。こっちの接続が完了しました。まあ、ガス漏れ防止剤もね、ナイノグもつけてるので、まあ、ここから漏れてるっていうことは、まあ、ほぼほぼないですね。こうなると。 そしたら多分ここから2部側から漏れてたとは思うんですが、えー、今回すごく貴重な機械なので、えー、室内機側を見ていきたいと思います。はい はい。それではですね、えー、今、室外機の、えー、配管の接続が、えー、完了しました。はい。で、おそらく、まあ、二分のあの、ちょっと漏れたような跡っていうのは、あれはちょっと怪しいですね。はい。なので、弊社の場合は、えー、そういったところ、写真で撮影して、それをお客様に必ず共有するようにしてます。次に、漏れの可能性がある場所としては、やはり室内機側。えー、室内機側の接合部分。で、今回は、えー、この隠蔽配管ですね。室内機の接続。 を変える時は、えーまあ、弊社の場合はこのままグッと上げる時もあるんですが、えー、例えばこのダイキンのシリーズだったりとかすると、まあ、これ簡単に分解できちゃうのでもうカバーごと外しちゃいますあこれがちょっと複雑なお掃除機能付きとかだったりするとそのままグッと持ち上げてやっていくんですが、まあ、このダイキンのシリーズだったら、えー、結構簡単に分解ができちゃうのでそのままやっていきますで細かいパーツなくすのでここに必ず入れるようにしてください ここも注意点ですねこうグーグーってやりたくなるんですけど必ずこのルーバー側を曲げるここポイント大事です優しく必ず割りやすいんでねでそしたらこのダボも外してあげるここもポイントですはいこれなくしますからみんななくさないようにちゃんと置いといてくださいそしたら上にダイキンは3つ爪がありますサイドと真ん中ですね外すともうこれだけであとは簡単に。 カパッと外れちゃいます。そうするとまあ、ちょっとね見えづらいですけど、あビスビス止めされてましたね。でまあ、こういうビスでもうそのまま壁に直接打ち付けられてるっていう施工もあるので、なのでやっぱ外しちゃった方があのわ、ー、かりやすいですね。はい。今の状態だとまあ、本来ここフックグって持ち上げると外れるんですけど、これビス止めされちゃってるので外れません。このビスを外さないと、えー、この室内機側の施工というのはちょっとできないようになってますね。 小滝さん、問題です。はい。さあ、問題です。これは何に使う道具でしょうかう。こういうカエルのおもちゃが。ありました、ね。<laughs> ありましたね。これやるとシュッってなるやつ。はい、使い方はあってますよ。ほぼほぼ正解ですね。まずこのフック、下のフック外していただいて。で、このちょっと室内機がグーッと上,に上がりますね。うん、そしたら、このせいたと本体の間に入れるんですね。うん

ポシポシポッククって開けてくる感じですね、はい。この状態で見ていきます。で、まあ今このドレン外れちゃったっていうのもね、えー、ここのまあ、ちょっと施工がちょっと甘かったかもしれないですね。これ隠蔽配管なので、一回施工不良が起きちゃうと、これ直すのすごく難しいんですね。なので、ちょっとここの中もせっかくなので、今回は見ていきたいと思います。 この今ほどいているのは、これは断熱シートって言って、要は配管が結露して、外に冷気が出てきて、配管自体が結露して水漏れをさせないようにするための、まあ、包帯みたいなもんですね。意外とこの施工ってすごく大事で、これをしてない設置をしてしまうと、排水経路から漏れてるんじゃなくて、この辺から水が発生して、エアコンの下からポタポタ水が漏れるっていうような症状が、 今これ撮影してるの8月頭なんですけど、えー、やはりもう今水漏れの依頼がめちゃめちゃ来てます。うん、なかなかこっちも怪しいですね。若干こう、錆びついてる感じ。なんとなく見えますかね。これちょっと青錆みたいなのがちらほらあるような感じがありますね。で、ちょっとこれは。 漏れてる可能性もやっぱりあるので、一旦これ外しちゃいます。で、えっと、ここですごく大事なポイントがあります。えー、これ隠蔽配管って言って、要は壁の中から出てきてる配管なので、隠蔽配管の本体機に接続されてるこのカーブに注目してほしいんですけど、これから再接続をしようとするってことは、この配管を短くするってことなんですね。隠蔽配管ってなるべく配管短くしたくないんです。 やっぱり次のエアコンの買い替えとかした時にあまり短くしすぎちゃうと、えー、その買い替えができなくなってしまうので隠蔽配管の時はあまり配管を短くしたくないでその時に今この設置屋さんが多分ここ相当いてるんですねかなりここ穴おっきく開いてますよね例えばここの配管を短くした時にこっちからグッて持っていけるのでここのスペースがあるので。 なのであのであ今切っても、えー、接続できなくなることはないと思うんですが例えば穴の内面がもうここでいっぱいいっぱいだと指の平辺りに穴の面が来てるとしたらだとするともう配管ってこっち側に寄らないんですね中から出すことできないのでなのでそれを切っちゃったりとかするともう接続できないんです なのでせ背板ごと移動しないといけないっていうことになるので、えー、そういった状況では絶対にもうこの中の隠蔽配管は切らない方がいいです、はい、なので一旦今日はせっかくなので、えー、ここから漏れの跡があるかどうかちょっと見ていきたいと思いますはいここも一緒ですね右手を押して左手を引くですね おしグっとここ硬いので必ず気をつけてくださいで一旦トルクが効いたら、えー、そのまま指でいけますただちょっとこれまうん、うん、漏れてなさそうですねはい漏れてなさそうです結構漏れてると、えーまあ、この表面の青さびみたいのがやっぱこの辺とかまで結構ジュワジュワ出てきます はい、なので守、まあ、れてなかったかなっていうような感じですねじゃあこっちら3部の方もちょっとせっかくなので見ていきたいと思います配管の扱い本当気をつけてくださいこれを折っちゃったりとかするともうどうしようもないんで、はい、右手を押すで左手を引くまあ2部は簡単ですあ,あこっちちょっとこういう白 白ずんだような漏れた可能性があるかなっていう感じですね。長い時間をかかけてゆっくり漏れたのかなっていう感じですねなのでここはちょっと切っちゃいますね切って接続すればまあほぼ100%そこからの漏れっていうのはないと断言できるのででここもやはりこの隠蔽配管はもう切りたくないんでねカットは最短距離です。でポイントとしては3部から 三分の方がが、えー、基本的には、えー、扱いい難しいんですね太いのでここも下向けた状態で切りくずが周りに落ちるので、まあ、タオルとか添えて、はい、でバリ取りをしていきますゆっくりでゆっくり抜いていくはいいいですねくるくるより人参これがつながってるのがやっぱり大事ですで中に入らないことこれがやっぱりすごい大事ですね そしてフレア完成と。うん、いいですね。これを二分もやっちゃいます。二分になると、こういうパイプカッターが入らないんですね。まあ、二分になるとっていうか、この壁面側になると。なので、こういう時に、まあ、小さいパイプカッターあるんですけど、そういうのを使うといいかもしれないですね。よいしょ。下を向けた状態で、で、ゆっくり力を抜いていく。繋がってる。いいですね。 綺麗です。そしたらこれを接続していきます。この接続が、えー、結構難しいですね。室内機かけた状態での、えー、この下での作業っていうのは結構大変です。で、ポイントとしては、えー、基本的には3部管から太い方の配管から接続していくっていうのがポイントにはなってくるんですが、ただこの現場状況を見ると、細い方の配管ですね。2部管の方が結構奥側をしっかり通ってるんですね。こんな後ろ側をしっかり通ってる。できればこの3部を奥に通して、 えー、2部を手前にするっていうルートにしたいんですがやはり配管もかなり硬くなっているのでそこをいじってしまうと、えー、ちょっと配管自体にかなり負荷をか,か,えかけてしまう可能性が高いので今回はこのまま2部を奥でつなげて手前に3分をつなげていくっていうやり方をやっていきます基本的には3分をつないでから2分をやるっていう方がやりやすいです2分の方がフレキシブルに動くので今日はちょっと違うやり方です そこはもう現場合わせですねこれもちょっとだけグッと打ち面につけグッとフレアを合わせてここ難しいですからねでここも指一本最初噛んだらこの指一本でスルスルスルっと入る位置をどこだどこだ探る探るあいや <laughs> <laughs> ああ来ました いい来ままししたたよ今見えました親指一発で入入りましたねね、はい、このスルッとるる場所があるんです、ね、でちょっとやっぱり古い、えー、錆びついてるナットになってくるとちょっとそこの指の抵抗も強くなるんで今入った時ちょっと思わず興奮して、はい、声が出ちゃいましたけれども手締めであとはグッと締まらなくなったらあとはまたトルクレンチですね必ずトルクレンチは方向が決まってるのでここを見失わないように。 でグッと入れたらグーガチャっと行くところそろそろ行きますよあいもう効いてますねこここの状態ですねはい効きましたつけたらここ配管の負荷気をつけてくださいグッ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 とでここさっき言ってた、えー、切ったけど届くっていうのはやっぱここに余裕があるからなんですね ここがもうこの打ちづらいっぱいとかまで来ちゃってるってもこっちに寄せる余裕がなくなるので最初隠蔽配管いじる時は必ず確認してくださいでこのフレアが今ぴったりついた状態このぴったりついた状態を確認して指でシュルシュル一つの指で入る位置を探す今言うちょっと抵抗があるあここですここきたここいいですね締まりましたこの状態 これは毎回やってくださいいきますでこのトルクレンチ使うときは手の位置も必ず適正トルクで締めるように必ずこの位置でやるようにしてくださいよいしょよいしょいいですねはい接続完了ですはい接続だけで終わっちゃいけないんですね、えー、このナイキ側は断熱処理ここがむしろもっと大事になってきます えっと本体機から来ているこの断熱材ですねえこれって実はすごく大事な役割をしてましてえここをしっかりこの配管をこう覆ってあげないとこの配管がえ冷たくなって結露して水漏れが発生するということが多々ありますのでここをしっかり覆っていくっていうことをまずやっていきますでこの状態だとビニールテープで留めていくの結構難しいのでこう一回転しないんですね後ろに当たっちゃって回らなくなるのでちょっとここはもう部分部分で切って。 巻いていきます、Good. ポイントポイントを抑えていく感じですねここも垂れてんのちょっとカッコ悪いんでここも止めちゃいましょうあとはやっぱ断熱材がもう結構薄くなっちゃってるのでちゃんと巻いてあげないと例えばガス漏れの修理に来てここを触ったことで冷えるようにはなったのはいいけど水漏れが起きるようになりましたと えー、そうなってしまったら結局本末戦闘なのでやっぱここを触るっていうのはそれなりのリスクがあるのでしっかりここを覆いますね特に接合してるナットがついてる部分とこの配管の断熱材と本体機側の断熱材のこの接合部ここが隙間が開きやすいですなのでここをしっかり開かないようにまずテープ止めをしてから断熱シートを巻いていきますよいしょ ここまできたら次、えー、断熱シートでこの巻き方も、えーまあ、包帯と一緒ですねこう巻いてやるとしたらこういう感じで当てていくこういう感じで巻いていきますで特にここはもう本当に巻きにくいのでこの辺までくるとやりやすいですねくる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 で特にこの接合部分は、えー、しっかりでこっちいったらまた戻ってきます テープで止めて、こんな感じでオッケーです。やっぱりここからの漏れが一番多いので、ここを一番肉厚にしてます。はい。であんまりテンションかけすぎると、今度はまた、えー、断熱効果が薄れてしまうので、ちょっと柔らかいぐらい、そこまでテンションかけてないです。なので、まあちょっとふわふわ感が残るぐらいに巻くのがベストですね。 で、ここのビスでで無理やり止めてた感じですね、さっきのここのこ配管をめちゃめちゃ押さえてたっていう状態ですね <noise> こっちの鍵を合わせてから反対を入れるそして最後真ん中を入れていくって感じですねここが折れやすいので気をつけてくださいこんな感じです これで内引き側の接続も完了です。はい。今室外機の接続。 が完了したののとあとあ室内機の接続両方とも完了しましたこれで、えー、事実上まああの私の施工自体が問題ないということを前提におけば、えー、接続部からの漏れはないっていことですねで実際にガス漏れの多くっていうのはやはり接続部から漏れてることがもうほとんどですほとんどのパターンもちろん製品側から漏れてるっていうことも可能性としてはゼロではないんですけれども一旦ここで真空引きを行っていきますマニーホールドとホースを接続していきます ストトレートの方をつけるで今ガスが入ってないことが分かっているので私ゴム手袋でやってますけれども、えー、これガスが入ってる可能性がある時は絶対に革手袋使うようにしてください今ガスは入ってないのでゴム手を使ってます完了したら真空引きは必ずえ真空ポンプ側から弁を開いていくんですねここまできたらこっちここまできたら はい。そこまで来たら、ここをつなぐと、室内機との接続が、室内機というか、まあ、配管内と接続されているので、今、真空引きがスタートしてます。中に入ってる水分だったりとかが、えー、どんどん出ているような状態ですね。はい。で、えー、本来ならここで室外機も含めて、す、え、べ、ー、て真空引きを行っていくんですけれども、ここで、一旦、室外機の円を切ります。その時は、この、 二方面と三方面。こちらのナットを開いていきます。こうですね。グッと。グッと。ここも理由があるんですね。えー、本来ここは開かないでも、えー、施工自体はできるんですけれども、ここはあえて開くのには理由があります。えー、まず二方面をグッと締める。そしたら三方面をグッと締める。 はい。なんでここ閉めるのっていう声がコメントでもいただいてたんで、えー、ちょっと解説させてもらうと、確かに見方によっては閉める必要のない場所なんですね。で、今ここを閉めたことによって、配管の中から室内機までを真空引きしてるんです。室外機の真空引き、今してないんですね。なんでここを閉めたのか、えー、室外機も真空引きして、で、そのまま、えー、真空試験っていう形で、要は真空の密度が保たれてるかどうかを、 確認すすればいいいいんんじゃななのっていうお話なんですねまさにその通りなんですけれどもこの室外機の中っていうのは実際今回正しくガス回収させてもらってるんですがやはり中にその機械油に入った冷媒だったりとかその機械の隅にあった液冷媒とかそういったものがやっぱりまだ入ってるんです。でそういったものをしっかり排除した上で真空にした数値を見ないと正しい数値って見れないんですね。 はい。なので、えー、この室外機をつないだまま、えー、真空引きを行って、真空試験を行うと、数値がかなり乱れるんです。で、それの理由が、中にまだ不純物がいっぱい入ってるから。じゃあ、その不純物を取り除くのに、真空引きどれぐらいの時間やったらいいのかっていうと、一応これダイキンさんに確認した数値だと、やっぱ1時間ぐらいは引かないと正しい数値測れないよっていうお話だったんですね。で、 やっぱり1時間毎回この真空引きを、えー、していくってなるとここはやはり、まあ、その予算だったりとか経済的な部分でのお話にはなってくるんですけれども、えー、そこに時間をかけることができない。 このルームエアコンの場合だと、私の場合は、その室外機、真空引きをしないで、この配管の方の真空を見るっていうやり方をとってます。逆を言えば、この室外機から万が一漏れてた、えー、可能性としてはもちろんゼロではないんですけれども、確率としてはだいぶ低いです。さらに、漏れてたとすると、えー、これって、直すのが、えー、非常に高額の修理になってくるんですね。そこで払ってでも直すっていう人って、やっぱりなかなかルームエアコンの場合、やっぱり修理で10万円とかか,かってくるので、 だったらじゃあ買い替えた方がいいよねっていう判断になる場所です。ここから漏れてたとすると。まあもちろん年式にもよるんですけどね。それが5年以内とかだったらそこはもうお客様に、こちらの場合だと5年以内実はメーカー保証してくれるので、そういったところの提案っていうのをえなるべくするようにしてます。室外機の真空引きにえすごくえ時間がかかってしまうので。 なので一旦ここを締めるやり方で、えー、一旦配管の方だけで見るっていうのはもう確率的な話でここを一旦排除してているっここことですここの漏れが分かったとてどっちにしても買い替えになってしまうのでやっぱり時間を短縮するためにこっちを塞いでからやる,やるっていうのは、はい、実際にコメントで指摘いただいたので。 はい、そこをやるようにしてますもともとはこっちも真空引きしてたんですけどね、はい、なかなか数値が良くない、えー、それ何でだろうっていうことでダイキンに直接聞いたらやはりそういった回答をいただいたのでってことです、はい、ではこのままこの状態だけで10分、えー、置いていきたいと思います 今、真空引き開始して約10分経過しました。今、室外機を除いた、えー、配管までの真空引きが完了しています。ここの数値0.098。まあ、ここ本来0.0100が理想なんですが、0.099。この辺はまあ誤差ですね。はい、これぐらいの数値のブレはあるので、ここから、えー、真空試験を行うんですが、えー、こういったホースの緩みから、えー、真空状態が解けてしまったら、全くその判断基準にならないので、必ずホースの緩みを確認した上で、 こちら、真空系の一番奥の部分。ここの弁を切ります。ここを切ります。オフにしますね。ここは繋いだままです。ここは繋いだ状態で真空ポンプを落とします。はい。ですね。今、えー、この状態、0.099という数字になってますけれども、 えー、この数値が一定時間、えーまあ、10分間ですね、えー、数値を見させていただいて、要は真空度合いがそのまま保たれるようであれば、えーまあ、ガスが漏れてないよと、真空が保たれてるよっていうことなので、そのまま、えー、室外機も真空引きをしてガスを入れていきます。 ここの数値がやっぱり989796と、えー、真空度合いがどん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 悪くなっていく要は空気が入ってきてしまっているような状態ですね、えー、そういった場合っていうのはやはり重篤なガス漏れが起きてるよっていう一つのサインなので、えー、真空試験この試験をパスできない場合っていうのはもうそのままガスを入れないっていう、えー、結論に至ることもあります今回は、えー、エアコンの下開けてこう見ましたけれども例えばそこが、えー、3階とか。 2階とか高所作業を伴う場所で接合されてるとか、えー、そういう時っていうのはやはり、まあ、この真空試験で、まあ、数値を見ながら。 その上をどうなっているのかっていうのを確認する時もありますただねここに関してもあの真空試験っていうのはまあ、100%そのガス漏れを、えー、見分けることができるっていうものでもないんですねやはりガスの圧力に対して漏れてくる神経真空試験はパスできるけどガスの圧力だと漏れてくるっていうようなタイプのガス漏れも中にはあったりするのでねはいなのでまあそういったあのすごい詳しい方だったりとかおいそれじゃわかんねえじゃねえかよなんていうね、えー、お声いただくかと思いますけれどもまあ、やはりそこに関しては本来 ななら窒素を入れれててねでそれででそ見るっていうのが一番理想なんですで高いところも登ってちゃんとそこも確認するっていうのが理想なんですけれどもやはりそれを全てやってるとどうしても予算もやっぱ変わってくるっていうところでまずこの真空試験を弊社では一度判断基準としてでそれでその後またさらに真空引きを行ってガスを入れていくっていう流れになってますのではい一旦このまま、えー、10分間置きたいいと思います真空試験10分経過しました。えー、その時の時数値がこちらですね 0.099からのスタートに対して、0.098と0.099を行ったり来たりっていうような状態です。0.001はこれはもう本当に誤差の範囲内なので、全然問題ない数値ですね。なので、えー、真空試験 OK ということにして、えー、ここからさらに室外機の真空引きも行っていきます。真空ポンプをオンにして、弁を開いて、2方弁、3方弁を開いて両方とも開きました。 で、この状態で、室外機はやっぱりまだ水分だったりとか入っている可能性高いので、またさらにね、えー、10分、もしくは15分ぐらい置いていきます。その時は室外機の容量が大きければ大きいほど、えー、最大やっぱ30分ぐらい置いたりする時もあります。えー、今回は15分で真空引きを行っていきたいと思います。室外機を含めた真空引きが、今回は15分完了しました。はい。で、ここから、えー、ガスを入れていきます。 なのでまず一旦真空引きを解くきは室外機側から閉じ,閉じて閉じて閉じて落とすという感じですねはい次登場してくるのが赤いホースが出てきますここから赤いホースを接続で今もうこれガスまだ入ってない状態なので、えー、素手でやってますけれどもここから先の作業っていうのは必ず手袋した状態でやっていくようお願いしますでこちら外しちゃいます チャージングスケール要ははかりですね電源を入れてよいしょそしたら、えー、黄色いホース今、えー、真空ポンプにつながってた黄色いホースをそのまま、えー、ボンベ側に接続します でここちょっと接続しにくいんですけど器具とかプライヤーとかペンチとか、えー、そういったものは絶対使わないでくださいここが損傷してしまうとガスが噴出してしまうので気をつけてください、はい、で赤いホースを真空ポンプにつなぎますですねでこの状態だとこの赤いホースと黄色いホースの中に空気が入ってますのでここのホースの中を真空引きしていきます、うん ここまで真空引そしたらこっちを開けてここまで真空引きで青いホースの中っていうのはもう元ともと真空引きがされていた状態なのでもうこれで OK ですそしたらまたここの弁を閉めてこっちの弁を閉めて完了です、はい、そしたらこの状態でえ実際にガスを入れていきます一旦ここで室内気側に戻って実際に えー、冷房運転もしくは強制冷房運転ですねやっていきますので一回中に行きましょうそしたらまず電源を入れていきますよいしょ今夏場なので最低温度の冷房運転で OK ですただこれが、えー、冬場だったら強制冷房運転長押しです、はい、では冷房を押していきましょう18度風量マックスですね運転ラップついたのでこのまままた外に行っちゃいますそこからガスを入れていくんですがこのガスチャージやはりあの冷媒を扱うので非常に危険ですなので必ず この手袋、革手ですね。使うようにしてください。最初に、ここに必ず、冷媒の種類ですね。R32、そして冷媒の量、0.5kg、書いてあります。これ、どの室外機にも基本的には書いてあります。なので、R32、0.5kg、つまり R32、まあ、HFC って書いてありますけど、これは R32 というものですね。こちらを 500g 充填していきます。はい。今もう全部回収した状態なので。 はい、500を目指していきますそこ何を見るかっていうとこちらですね。要は今はかりがゼロの状態なのでここで一番もう、えー、大事なところなんですが最終的にこのマニホールドのバルブを緩めた状態でガスを入れていくんですが例えばこうマニホールド持ちながらやったりすると。 重さが変わっちゃうんですね、はいこの重さが変わってしまうと例えば 500g を入れたいのに 500g 以上の、えー、ガスを入れてしまうきっかけになってしまいますのでこのガスっていうのは規定量よりも多く入れれば冷えるとかは一切ないので必ずその規定量でぴったりにしないといけないっていうところがありますので絶対に、えー、このホースが干渉しないようにするっていうところをここ一番気をつけてください。はい、過重点の原因になります エアコンのガス漏れ修理で一番やってはいけないのが過重点です。はい。気をつけてください。0点合わせて、チャージバルブを接続。元線、ガスの元線も開放します。ゆっくりですね。半回転ぐらいで OK です。したらこうぐーっと圧力が変わりましたね。はい。それではこの状態で、えー、500g を目指してガスを充填していきます。さあ、行きましょう。ここの窓に注目していてください。 そうすると液体が流れていくのが見えますね。ここの窓に今の冷媒の状態っていうのが映ってます。そして同時に今ガスがゆっくりゆっくり入っていってます。だいたいまあ1秒に 10g ずつぐらい入っていくようなペースでいくといいですね。あんまり早く入れすぎると、えー、逆にコンプレッサーまで冷媒が、液冷媒が到達してしまう可能性があるので、 気をつけてくださいゆっくりで大丈夫今もう3分がめちゃめちゃ凍ってますねこれは冷媒が流れてることで、まあ、凍ってるこれなんか症状が現れてるわけじゃないんですけどそこを話してる間に大体まあ450絶対この場は離れちゃダメですねはい465475この辺ストップ495はい495500ちょうどいいですねはい 500g なので今ちょうどいいですガスが入ったこれでおしまいではないですね まだ、えー、このホースの中にガスが残っているので、えー、規定量に達したら一番最初にやるべきことは、元栓を閉める。グッと。これ以上もガス入れたくないので、過重点には絶対したくないために元栓を必ず閉めてください。一回ここ、ポンプダウンを行います。室外機の中に一時的にガスを閉じ込めるってことです。その時にこの、えー、ホースの中のガスを吸い込ませるっていうことですね。よいしょ。グッド。ここは閉める。今閉まった状態。そうすると、 この中の配管圧力っていうのがぐーっと下がっていくんですねはいこれは配管の中のガスが回収されてってるよっていう合図ですはいで圧力がある程度下がってきたら今度この黄色いホースの中の冷媒も、えー、回収させたいのでここを少し開きますそうするとまたここに冷媒がぐぐっと流れますねはいで全開にすると落ち着いてくる これでホースの中の冷媒がほとんどなくなっているような状態です。ほぼほぼゼロに近づいたことを確認したら、まず、こっち。チャージバルブの円を切ります。チャージバルブの円を切って、で、チャージバルブを外します。で、ね、外しました。はい。外した状態で、二方面を開くと。ぐーっと。よいしょ。はい。いいですね。 これで今、えー、エアコンのガスがしっかり全部に、ま、行き渡ってぐるぐる今回ってる状態正常な状態になってるはずです、はい、まあその証しとして生暖かい風が、えー、室外機から出ていること、えー、これが出てるってことは室内機の方は冷たい風が、えー、出ているっていうことになりますのでこれでガスのチャージが完了しましたっていう形になりますねはい そししたら一旦こっちを片しちをゃいます、えー。ガス漏れの修理自体が、えー、一通り完了した状態です。でつまりは、えー、正常運転をしているエアコンということになります。はい でその正常運転しているエアコンの今運転圧力1.18の状態ですで今外気温が約、まあ、この空間温度だと約4 0 °ぐらいの温度になってるので、まあ、ちょっとえ実際の運転圧力よりも高い位置ではあるんですけれども、えー、気温が高くなると運転圧力も高くなるっていうのはえ相関性があるのでなのでえ1 1 8の圧力に対する蒸発温度っていうのが1 2 °ですね蒸発温度が1 2 ° なので先ほどの加熱度計算、圧縮機吸入管温度マイナス12イコール5プラマイ3に落ち着くようであればオッケーということですね。では三部間見ていきます。21度ですね21。21引く12イコール9か。まあ1度ちょっと高くはなってるんですが、ただまあ1度であればまあ誤差の範囲内かなと。 と,いうところですこれがまあ5度以上とか差ついてくるようだとやっぱり正常値からだいぶ、えー、逸脱しているような形なので冷凍サイクルとして良くないっていう判断にはなるんですが、えー、加熱度9であれば、えー、そこはまあ異常値ではないので、えーまあ、正常な運転と判断して大丈夫です、はい、室内機の方にやってまいりました、えー、一通りの施工が終わった状態ですね今だいたい空間温度吸い込み温度ですね下の数値が2 8 °、まあ28度 ですね28度の風を吸い込んでもともとが4度ぐらいしか冷えてなかったなのでそれがどれぐらい冷えるようになったのか見ていきましょうまあ大体18度ぐらいですねえー、約10度マイナス10度の力が出てますのでもともとのガス漏れ約40 パーセント残量ぐらいの状態で、えー、エアコンが4度ぐらいしか冷えないよという状態だったので、まあ、それが今10度冷えるようになりました真空試験も問題ない、えー、室内機室外機の接合部分も再接合させていただいているのでこのままお使いいただいて問題ないかなという形でございますリ澤さんに作業をしていただきました 前回のガス漏れ修理の実践編ということで、そうですね。実際の現場で見ていくと、やっぱり見ていくところってどん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 変わってくるんですよね。建物の作りだったりとか、その建物で今まで何があったのかとかね、えー、そういったところも見ていくというところも大事にしてます。はい。すごく勉強になる内容だったんじゃないかなと思います。今回の現場もあの冷えないっていうことでしたけれど、冷えないなっていうふうに感じたときは、エビサさんのようなプロにご相談をするのがやっぱり一番いいですかね。エアコンが冷えない。 でででやっぱり原因が様々なんですねで今回はガス漏れっていう形ですけれどもやっぱり他にも様々な故障の種類ってあるのでなんか前はもっと冷えてたんだけどなとかあとは設定温度がなんかこんなに低かったっけうちみたいな初めはそういった違和感から始まってくることが多いのでこの動画も見ていただいてそして何か疑問を感じることだったりとかあればご相談で構いませんのであの暮らしのマーケットの方から是非ご連絡いただければ例えばこれって買い替えた方がいいのかなとか修理でなんとかなるのか かなっていうところってやっぱりすごく大事なところだと思いますのであのもう営業とかじゃなくてそのお客様にとってどの判断が一番いいのかっていうところを大前提においてえ私も一緒に考えさせてもらっているのでいつでもお気軽にご相談くださいそしてこの動画を見ている事業者の方ガス漏れ修理のやり方とか、はい はい、ぜひあの詳しく知りたいなという方がいると思うんですけど、海、はいはい、沢さんのところで教えていただけるんですかそうですね、はいえー、神奈川県の大和市というところで、研修所ありまして、でそちらで、えー、例えばエアコンの設置から、えー、クリーニング、修理、えー、そちらの流れ、えー、修理というのは基本的に、まあ、設置の基礎が分かってないとだめですし、あと、まあ、クリーニングの分解する力。 っってていうのが備わってないいとななかなか修理っていうのはできませんのでその修理というベースで全ての技術っていうのを教えさせてもらってますので本当に暮らしのマーケットさんの出店者さんからも多く参加いただいてまして例えばクリーニングやってらっしゃる方設置やってらっしゃる方で修理っていうところを持ってるとやはり一つの信頼にもつながるかと思いますしお仕事の幅その忙しくなる時期っていうのも多少変わってきたりもするのでなのでそういった意味ですごくプラスの内容は多いと思いますので是非ご検討いただければと思います。はい 気になる方はこの動画の概要欄にリンクを貼っているのでぜひチェックしてみてくださいエビサさん今回はありがとうございましたいはい、この動画がためになったよという方はぜひいいねボタンを押してくださいコメント欄にエビサさんに聞きたいことや感想など書き込んでいただけると嬉しいですこれからも皆さんのためになる動画をたくさん配信してまいりますのでチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします